実験はねやっぱ楽しいよね。じゃあ先生次は僕の絵描いてくれるかな。おーおーおおおみなさんこんにちは、科学のお姉さん五十嵐美希です。どうもアナヒコです。お願いしまーす。お願いします。先生元気出していきましょう。元気出していきましょう。ねえ、おお元気元気元気どうですか学校の方は。学校はすごく楽しいです。あらいいですね。僕も楽しみたいわ。実験はねやっぱ楽しいよね。そうですね、実験楽しい。そんな楽しい実験をお届けします。ほう、今日はどんな実験ですか。皆さんがお家でもすることができる風船を使った実験です、うん、それでは一緒にレッツサイエンス。今回の実験はこれを使います。これはお酢です。あ、お酢ね。これ酸っぱいよね。うん、すごい酸っぱい。食べたことある？あるある。お寿司とか食べたことあるよ。そうだね、お寿司とか、はい、そういうちょっと酸っぱいものに入ってる。みんなも食べたことあるかもしれません。はい、これとこんな白い粉、これが重曹です。重曹ね。頑固な汚れを落とす時とかに使う白い粉です。今日はこの白い粉と先ほどのお酢を使って面白い実験をします。まずはペットボトルにお酢を入れます。続いて絵を描きます。風船に重曹を入れます。それではこのお酢の入ったペットボトルに重曹の入った風船をこのようにかぶせます。ほうほうほう、まずはかぶせると。かぶせる、はい、ここを押さえながら3、2、1でわーってやると変化が起こるから、アナヒコくんも一緒に3、2、1をお願いします。それではいきます。はい、せーの、3、2、1。おお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 おすごい、膨れてる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 。ニコちゃんマークが現れました。ニコちゃんマークが現れた。あ、本当だ。ただすごい今日反応してるね。本当だ、重曹とお酢の反応でこんだけ膨れ上がるんだ。そうなの。今すごくあわあわになってるけど、本当だ、重曹がお酢のところに入るとこんな反応が起きて風船が膨らむんです。すごいね。すごい反応してるね。すごい。まだまだ全然まだまだまだ反応が進んでます。あ、本当だ、こんな長時間ずっと膨らみ続けるんだね。そうなんです。じゃあ先生次は僕の絵描いてくれるかな。分かった。いや分かってないなこれあんな身近なね、2つのものだけで、うん、お酢と重曹だけでね、風船が膨らむんです、うん、アナヒコくんどうだった。いや、すごかった。すごかったでしょ。すごい綺麗に膨れ上がったね。すごくうまくいったね。先生あれはどういうことでこうやって膨れ上がったの。それはね、お酢と重曹が混ざると反応して二酸化炭素ができ風船が膨らみました。こういうことなんだよ。そうなんだね。そう、すごい楽しかった。これは楽しかったでしょ。うん、なんか勉強になりましたね。先生、はい、僕も、うん、お酢を飲んで重曹を飲んだら、うんうん、膨れ上がったりするのかな。多分ね、ブク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 ってんってなると思うんだけど。やらないよ、冗談だ。やらないでね。ただ僕これ以上ライバル増えてほしくないから。それ可愛かったね、さっきのね。あんまり風船で作らないでね先生は。うん、分かったよ。じゃあみんなは安全に実験してください。はい、それじゃあまたね。この動画がためになったというお友達はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。あと先生に質問ややってほしい実験があったら、ぜひコメント欄にも書いてね。お待ちしてます。